おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。たたまチャンネルです。はい、こんにちは。こんにちは。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は、1月の10日ですね。そうです。はい、10日になりましたね。東海ビスの日ですか。そうですね。はい、はい、映画もそうですよ。はい、はい、今日その動画が、そうですね、お母様の手紙が、はい、鏡お母様の手紙が、はい、はい、割と好評なんですよね。そうなんですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、今日も割と、外の方が暖かいぐらい。そうなんですね。家の中の方がなんかね、冷え込んでるって言いますかね、なんか床からゾクゾクしたものがね、込み上げてくるんですけど、はい、はい、全然ね、外で日が当たってるところが、そうですね、暖かい。まだマシです。はい、はい、雪は全然降る気配なかったので、ゼロですけどね。はい、まあ来月あたり。そうですね、はい、まあまあ降らなかったら降らなかったでいいんですけどね。そうですね、はい、事故がすごいって京都。そうです。行き慣れしてない人は結構、そうです、普通にねぐるぐるっと走ってしまって、ドーンってぶつかりますからね。滋賀の方まで行ってね、事故って帰ってくる人もいます。坂道が結構ありますからね。そうつるつるって行くと思いますよ。はい、まあ気をつけて、そうですね、運転手がしていただいて、はい、はい、ちょっと待ってください。はい、はい、はい、すいません。はい、はい、はい、元からいきます。はい、あ、八代亜紀さんがお亡くなりになられたということですね。はい、昨年ですね、はい、12月30日に、はい、亡くなられてたってことで。そうなんですか。はい、発表が最近あったことですね。73歳だったそうです。そうなんですね。なんか去年の9月、はい、膠原病、はい、はい、一種の、はい、難病ですね。ああ、そうなんです、はい、そうだったんですね。に、かかっちゃいまして、はい、で急性進行性、はい、間質性肺炎っていう、肺炎になられたということなんですね。はい、で療養続けてらっしゃったんですが、はい、はい、容体が急変しまして、はい、亡くなったってことです。まあ割とお年やったんですかね。73歳なんで、まあそうですね。まあ、はい、でもなんかね、なんか まだまだ元気な方だっていうね、イメージはね。そうそうです。すごい元気いっぱいな方だった印象があります、ね。そんな感じがあってね、はい、びっくりしましたけどね、ニュースで。そうですね、はい、はい、まあね、はい、船歌ですか。そうですね、船歌とか、あと姉の、そうです、もっと筆、はい、のね、はい、もう生歌はもう一生聴けないということで。そうです。はい、残念ですけども、なんか、はい、ご冥福をお願いいたします。はい、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 9時ですね。あの家が田中さん。そうです、はい、本当に主張ですね。はい、目白御殿って、言われてるところです。はい、はい、はい、8日おととい、はい、はい、午後3時、はい、はい、ぐらい次に出荷したと。はい、はい、もう丸焼けですよ。うん、なんか角栄さんの家の方からものすごい煙が出てるっていう風な通報があったそうですね。はい、まあご近所でもね、有名でしょうしね、あそこ角栄さんの家やで、言うてね。で、マキコさん、はい、はい、が仏壇になんかお線香をあげていたらしいんですね、はい、直前に。ちょっていうか線香なんてね、はい、一家事になります。まあこんな思うんですけど、だって今日って今回が初めてなわけじゃないと思うんですよ。線香なんかね、もう今まで何十回何百回と角栄さんの仏壇にお線香をきっとあげてらっしゃると思うんですけど、うん、だから違うことが原因なんじゃないかなって私なんか思うんですよ。僕も、まあ、そうかなと思うんですよ。なんか近くに置いてあったなんかに、まあ、引火しちゃったとかだと思うんですけど、例えばね、ろうそくが倒れたとか、あ、線香つけるんです、ろうそく。そうそうそう、で、本当やったらそのろうそくを消すところを消さないで、なんか立った拍子に、うん、ね、倒れたとか立ち去る拍子にドーン倒れてて、うん、
それが燃え広がったと、うん、一応あのマキコさんの話によると、はい、まあ、線香があげた後ですね、線香あげた後に、はい、ガラスが割れる音が聞こえたそうです。で見に行ったら火が出てたってことですね、はい、まあ、なんでまあ先生もおっしゃったようにいかに引火してますよね。うん、そのまあ例えばろうそくの火がどっかにも映ってて、でそれでまあガラス割れたりとか、はい、まあ、先にだからもう火は回ってたんだと。そうですよね。かなんかそのつけるもの、あの例えばチャッカマンみたいなやつでね、はい、火をつけられたとしたら、その火のつけた元ですね、はい、あのライターなりなんなり、そういったものが燃えたんじゃないかなって私なんか思ってるんですけどね、うん、はい、まず最初にそういうところにね、うん、引火しちゃったという可能性あります。さすがにね、線香でねガラスが割れるぐらいまで燃え広がるっていう、線香だけじゃまずない、まあ、ないと思うんです、はいはい、まあ、どういうその香炉を使ったのかはもう分かりませんけれども、はい、ガラス製の香炉って聞いたことないんでね、ちょっとなんかね考えにくいんですけどね、はい、それがこんなもう思いっきり燃えてる。そうですね、完全に焼け落ちちゃってます。こんなに燃えるって思うんですけど、燃えるんですね、それがね、まあ、乾燥してるとってことですよね、はい、まあ周りのね庭が広い分、はい、炎症しなくて済んだっていうのも、はい、そうなんでしょうね。よその家にはね行かなくてよかったと思うんですけど、はい、これがあの住宅の密集地だったらもっとね燃え広がってた可能性もありますので、まあ、あの広大な敷地っていうことで、はい、ご自分たちのお家だけっていうことでね、そうです、まだ良かったと思いますけども、はい、なんか気の毒ですけどね、そうです、巻き越しが、はい、まあ、でもあの方だと、はい、こんなんもう絵は古かったしとか言いそうな感じで、うん、そういう性格だと思います、そうだ良かった、建て直したかったし、はい、で解体費用が浮いてよかったぐらいの、あの強気発言で言っていただきたいなと思います。考え保険も下りるでしょう、はい、そんな感じでお願いします、はい、ということで、はい、そしてはい、地震のところに雪が思いっきり降りましたってことですかね、はい、うん、あの雪で、はい、あのまあその重さですね、はい、はい、で崩れかけてた家が、はい、もうその雪のせいでまた崩れたんですか、はい、っていうのが起こってるそうです、はい、怖いですね、うん、で相変わらずやっぱり断水、はい、続いてますので、やっぱり現地の人池とか池の水とか雪とかして、はいはい、利用してるそうです。もう戦後みたいな感じになってますね、風景はそうですけどね、はい、やっぱね、はい、焼き落ちたようなね、はい、なんかもう本当に見てて気の毒ですね、うん、見ても、はい、あとやっぱり寒さで眠れないそうですね、はい、ああ、はい、寒すぎてね、はい、まあ、それってやっぱり復興とか片付けとかね、はい、あの影響出てきますので、はい、大変だなっていうところと、そうですね、はい、で、まあ、水がないのでお風呂とトイレやっぱりきついらしいですね、トイレなんか特にね、そうですね、なので夜間にあの雪入れて、はい、で、あの焚き火で溶かして、はい、はい、利用するっていうことで、まあ、それ流すってことですよね、はい、まあ、飲み水も、はい、一応一部浄水場、はい、はい、ちょこちょこ復旧されつつあるんですが、あ、そうですね、はい、ただまだそうは言っても被害が大きい場所、はい、はい、水道管とかもね、はい、はい、どうなってるか分かんない、うん、破裂してそうですかね、ねえ、はい、まあ、そういうのもあるので、うん、まあ、なかなかっていうのもあるんですけども、はいはい、浄水装置、はいはい、トラックとかで運べるやつ、うん、そういうのを利用してるそうですよ、あ、そうですか、で、最低限の飲み水は一応確保はできてるそうです、はいはいはい、まあ、それになったらまだね、はい、あれですけども、うん、なんかね、ただでさえ大変やのに、こう寒いとっていう、そうなんですよね、そんなところもあると思うんで、ね、ほんまに気の毒やなと思うんですけどね、どん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 ね、またドカ雪のね、季節が入ってきますね、はいはいはい、そうそうそう、まあ、なかなかね、なんかあれ難しいと思うんですけども、うん、雪がやっぱり邪魔になっちゃって、はいはい、うんうん、ね、瓦礫の撤去っていうのもね、難しくなってくるかもしれませんので、うん、とりあえずこの雪の時期が終わらないことにはいろいろ進まないんじゃないですか、まだ水も吸ってますしね、これそれでまだ、うん、どんどん重くなっちゃってます、はいはい、まあ、全体的に大変やなっていうね、そうですね、まあ、なるべくこう、はい、まあ、人海戦術になると思うんですけども、うん、自衛隊とかそういうね、うん、はい、復旧作業をする、はいはい、方たち優先でね、うん、はい、中入れるように、はいはい、していていただきたいですね、うん、はい、そして、はい、ちょっ
ちょっとね、わからなかった、あれですね、それで。はい。はい、まあ、前回ね、公開配信の方で、にさせていただきましたが、はい。令和新選組の山本太郎です、ね。はい。はい。インスタグラムの方に、はい。はい。現地の、はい。はい。状況を伝えるようで、はい。そこに8日、はい、はい、現場を見ろっていうふうに、はい、まあ、いうことで、インスタグラム更新しまして、はい、はい、交通渋滞による物資の滞りを理由に、はい、まあ、その総理が被災地入りを見合わせるとの報道があったと、はい、で国会議員の視察を含めて控えることを与野党でも合意されたっていうのを、どう思いますかっていうふうに、はい、被災者に聞いたんです、はい、で被災者は、はい、意味がわからない、どうしてですか、ヘリで来ればいいじゃないですかっていうふうな、まあ、意見が相次いだっていうのを、はい、まあ、太郎が言ったと、はい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 、で、まあ、その上で総理やその政治家が、うんうん、役人からの報告やテキストだけで分かった気になり、はい、被災地のことを決めていくことへの不安感ではないだろうかっていうふうに言ってるんですが、はい、まあ、石川県知事がまず来るなっつってるんですよ。あ、そうは言っても、そうね、うんうんうん、それ公式にね、石川県として発表してますので、はい、まあ、まあ、行かないのが普通なんですよ。まあそうですね、うん、その代わりに、うん、国が何かやるって言ってるじゃないですか。そうですし、ね、その支援物資を送るのに、はいはい、トラックの邪魔になっちゃってる連中がいますよ、はい、どうですか。そういうことですよね、うん、はい、ただ別に全部を断ってるわけじゃもちろんないですよ、そういうね、国からの支援とかそういうのはもちろん歓迎してるんですけど、個人で来るのはやめてくれ。そういうことですよね。ただでさえね、道がないのに、うん、そんななんかね、関係ない人が来てくれたおかげで、はい、もう届くものも届かないと。そうです、そうです。そうなるのが困るかなってことですよね。そうです、もちろん。はい。はい、ねえ、まあ、こいつ言ってるような、はい、その不安を感じるとか言ってますけど、はい、まあ、不安を感じるのは嘘しか言わない、こいつの、その報告とかテキストなんですよ。そうですね。でも、まあ、仮にね、うん、本当に聞いてらっしゃったとしてもですよ、その辺の人3人ぐらいに聞いただけだと思うんですよ。うん。きっと。まあ、あと、山本太郎に近づいてって、話をするような人たちなんでね。そうそうそう。大体ね、数人しか聞いてないのに、みんなって言いますからね、そう、こういう人たち。みんながそう言ってますとか言いますからね。うん。だから、ね。そうだ、本当に そのことをね、動画でその質問してたとしてもですよ、動画でその被災者の方がね、言ったとしても、仕込みの可能性はあるわけですから、で、もう一個言うと、やっぱ本当にね、困ってらっしゃる方って、本気で困ってらっしゃる方ね、はっきり言ってしまうと、もう政治家のことなんで考えてるね、うん、余裕ありませんか、まあ、そうですね、はいはいはい、そうなんですよ、うんうん、ヘリで来ればいいじゃないですかっていう人もいらっしゃいましたけど、まあ、こいつは言ってるんですけど、ヘリヘリポートがあるんですか、あれなんですよ、まあ、ヘリポートあろうがなかろうがですよ、はい、空をね、ヘリが飛んでると、はい、その埋まってる人、はい、いたとして、はい、その人の声が聞こえなくなっちゃう、はい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 、バタ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 ね、はいはい、っていうのが過去に何度もあって、はい、マスコミ批判されてたんですよ。あ、じゃあやめてもいいですね、はい、そうですね、うん、でそういうのも多分分かってないんでしょう。分かりますよ、ね、この山本さんのことは分からないですけど、その被災されてる方がね、うん、多少イライラされるっていうのは分かりますってことですね、うん、まあそれは早くね、長い意味で、はいはい、助けてほしいですし、そうです、はい、でただこのおじさんは関係ない男です。そうですね、全然、はい、赤の他人ですから、うん、はい、あと朝鮮メディアですね、はいはい、うん、まあ、これとは関係ないんですが、うん、朝鮮メディアの方では、はい、1日1食の被災者、はい、現地入りしない首相、はい、能登半島地震発生から1週間理解に苦しむ場面の数々ということで、うん、まあ、要するにそのこの人たち、はい、というか朝鮮人は、はい、なんて言うんでしょう、日本人の、その感覚とは全く違うんですね、はいはいはい、そのどんどんその偉い人がどんどん現地にしろみたいな形の感覚なんですよ、うん、いや別にね、うん、現地に行ったからといってね、うんうん、まあ、じゃあその例えば首相が現地に行ったからといって、はい、何かことがこうどんどん運ぶわけじゃないじゃないですか。そうなんですよ。で韓国の方って、はいはい、その何かあった時に、はい、もうすぐ、はい、その政治家が飛んでって現地入り何しないといけない文化があるみたいなんですよ。なんでなんですか、それは。それやらないとめちゃくちゃ批判されますし、行けば行ったで、ちゃんと数字、はい、
取るための手法にちゃんと認められてるような感じになってる。現地に行くことによって何がどうなるっていうのがさっぱりわかりませんけども、まあね、実際ね、まあ、そういう文化なんですね。菅直人なんかは、原発ね、大混乱で落とし入れた張本人ですけど、はい、まあ、日本の場合はそういう風にも、ね、なっちゃいますので、行く人間によると思います。そうですね、なんかね、でね、看護の方なんて仮に行ったとしてもですよ、はい、やっぱりそこで現地の人が必要としている食料食っちゃったりとか、はいはい、あくびしてたりとかですよ。そうですね、あの瓦礫の前に記念撮影したりとかつって、それものすごい批判を受けたりしてるわけです実際に。で、まあ、仮に行ったところでね、首相なんか忙しいですから、まあ、数時間ぐらい滞在してね、とっととまたヘリで帰るぐらいやと思うんですよ。本当に行かれたとしても、数ヶ月いてね、一緒になってみんなと瓦礫の撤去を手伝うとか、そういうわけじゃないじゃないですか。そうですね、だから別に行ったところでっていうところなんだと思うんですよね。その、あの石川県の知事の方も来てもらったところでっていう感じだと思うんですよ、きっと。もう石川県知事が現場をちゃんと見てますし、必要なもの、必要な支援っていうのを政府にも伝えてるはずですので、あの各市長さんがね、そこはちゃんとやってらっしゃる。そんなね、あの被災者の人もその大変でしょうけどね、個人個人全部意見聞いてもらったらとんでもない時間かかりますね。そうですね、まあ、ちょっとでもね、早く復興するようにっていうふうには、もちろん誰しもが思ってることですからね。やっぱその辺の優先順位で知事が決めるべきだと思います。そうですね、まあ、それに国が従ってるだけっていうこと なんでしょうから、まあ、それを逆に混乱させるようなことをやってるわけですからね、この人は。で、カレー食べてね、ほんで。そうそうそう、何してんのかなってことになってきますからね、一人分がね。で、その日、まあ、山本太郎の批判に対して、はい、あの後藤祐樹、はいはい、ごまきの男、はいはい、まあ、こいつもあのいち早く現地にした一人なんです。そうですね、まあ、X でしたかな、はい、まあ、山本太郎をその擁護するようなこと言って、はいはいはい、それも記事になったんですよ、はい、まあ、それも読んでると、はい、結局自分の、はい、まあ、自分も言っちゃってるんで、あ、はい、まあ、それの正当化、まあ、そうですね、はい、したいがために山本太郎擁護してるだけ。あ、まあ、それはそうでしょうね、擁護、してるんだったとしたらそうだと思うんです。で、前にも言いましたけど、山本太郎、はい、現地行って勉強しますとか言ってるんですよ、勉強して、あらかじめ、はい、で行けと。そうですね、はあ、はい、で今回なんかはそういう意味では無勉強のままですよ、はい、手ぶらで行ったあげく炊き出しのカレー食ってるっていうのは、だってこれ一人じゃないですよね。これ写真撮ってる誰かがいるってことは、何人かその人もカレー食べてるわけですよね。そりゃそうでしょ、ね、だから何人か分は、そこでもうね、食べてしまってるわけですから、それはね、現地の人言いますよ、ありがとうございます言うて、どうぞどうぞ言うてね、食べてくださいって言って待っていくとは思いますけど、気遣ってね、少なからずやっぱり遠慮してる人だっているかもしれないですね。そうそうそう、ダメですよこういうことしたら。まあ明らかに頭おかしいやつなんですよ、そういう意味では。まあそうですね、まあ、普通に俳優やってたらよかったんちゃうかな。いや、僕もそう思いますよ、思いますけどね、前から言ってますけどね、こんなしてるとね、だから結局ね、その韓国の感覚と一緒で、アピールにしかなってないわけですよ。そうですね、そう取られるわけですよ。いや、ほんまにそう思ってるんやったら、別にしばらくちょっとね、あっちこっちでボランティア活動をするから、ちょっと仕事休みます言って行かはったんじゃないですか。そんなに気になるっていうふうにおっしゃって、あとその元の方にも原発あるんですけど、はいはい、そっちが問題ないよっていう話になったんで、こいつ言ってるだけだと思います。ああいうことがなくなったからね、福島だってそう一切言ってないですから、こいつ、現場見るとか見ないとかじゃなくて、ああそういうことね、はいはい、安全やからね。そうそうそう、被爆する可能性がないから。そうなんですよ、そっちは言うこと聞くんですよ、全部むしろ近づいたらいけませんよみたいになってる時は一切行かずに、今でも行ってないですから、ちょっとそれはおかしいですね。おかしいですよ、まあ、どこでも行かないといけない。そうなってきたら、そうそうそう、言ってることは全然その、やってること言ってることが全然噛み合ってない、人間ですね。しょうがないですね、こういう人なんやから、まあ、そういう人選んだ人もどう、選んだ人がね、あれですけども、選んだ人もちょっと何これと思ってる人いらっしゃるんじゃないですか、もしかして。どうなんだね、いやもうね、やっぱちょっと選んでる人もそういう部類の人間だったりするので、そもそもありがたいなっていうふうに思われるん
ですかね、これシンパシーを感じる人間がね、まあ、こいつ政治家しちゃったわけですから、はい、石原元総理ですね、はい、そして、はい、北朝鮮の将軍様が、はい、前にも、前回言いましたが、はい、日本の方に、お悔やみみたいな、そうですね、はい、珍しく、はい、そういうものをいただいたってことで、はい、日本がね、でこれ朝鮮メディア、また韓国のメディアが発表しまして、はいはいはい、日本のその首相を、はい、その夫大天の敵って今まで呼んでた朝鮮が、はいはいはい、岸田には突然閣下、はいはいはい、どうしたんですか、はい、それは、はい、石田閣下って言ってるんです、なんでなんですか、それは分かんないと、はいはい、まあ、大方の予想はまあ当たり前ですけど、すり寄りですよ、はいはいはい、いやだからこの岸田さんにはすり寄っていくと何か言うことがあるんじゃないかっていうふうに思わせる、その岸田さんのあれは何ですか、うん、っていう、そこですね、そうですね、はい、まあ、記事をちょっと読みますが、はい、北朝鮮の金正恩総書記が日本の岸田文雄首相を閣下と呼び、先日の能登半島地震に哀悼の意を表した、はい、示した、うん、北朝鮮は通常日本の首相に対しては不具体天敵など敵意をあらわにしているが、はい、今回のように閣下と親しみを込める言葉を使うのはほぼ前例がない、はい、そうですね、で林芳久、はいはいはい、官房長官ですね、はいはいはい、記者会見で、はい、金正恩委員長のメッセージには感謝の意を表すると、はい、ただ2011年の東日本大震災、はい、とかですね、はい、は北朝鮮 の、 その最高指導者が日本の首相に、はい、地震などに関するその慰労のメッセージ、はい、送った事例はないと、はいはい、メッセージに返信するかっていう質問、記者からの質問には、はい、各国首脳からのメッセージへの返信は現時点では行っていないっていうふうに、あーそうなんですか、はい、でも演技を下げたってことなんですが、はい、うん、まあ、先ほど言いましたが、はい、韓国メディアも言ってですね、両国関係改善を目論ってると、あー、はい、あ、本当にその北朝鮮のこの方はそう思ってらっしゃるんですか、いやまあわかんないですけど、まあ、僕が思うに、はい、すり寄りもそうなんですけど、はい、まあ、すり寄れば、まあ、先ほど先生がおっしゃったように、はい、こいつならすり寄ったらなんとかなんじゃねえのっつって、はい、完全に岸田の方が舐められてるような、だからすり寄ってなんとかなると思わせてるのはなん、ほんと何なんですか、完全に舐められてますね、だから、うん、ね、まあ、こいつ無能だから、はい、ちょっともう立てればなんかやってくれるんじゃないかって思ってる、何を やってほしいんですかね、わかんないですけど、まあ、海外へのばらまきっていうのは最近ずっとやってますから、記者なんかは、はい、まあ、だから、まあ、言うたら最低の評価みたいなもんですね、まあでもそれだったら例えば、うん、じゃあ拉致されてる人たちをね、はい、なんとか返してくださいっていうチャンスじゃないですか、そうそうそう、っていうか、そう、まずは、はい、そのすり寄ろうとしてるだろうとなかろうと、はい、まあ、日本からの立場としては拉致被害者返せと、そうそうそうですよ、もう早くしないとね、もう家族の方も元気がだんだん、ね、うん、お年寄りになってきてる方なんかいっぱいいらっしゃいますから、なんとかこう早くね、うん、それを解決する方向にね向けてやればいいんじゃないですかって思いますけどね、うん、それもなくして、うん、別に何の交渉もなく、うん、なんかその北朝鮮に対する何かしらの支援とか今やってる制裁を解除するとかっていうのは、うん、岸田だったらやってくれるかもみたいに、まあ、舐められてもそれはないです、いやないですって僕らが言っても岸田がやっちゃう可能性があるわけですよそれぐらいに見られてるってことですから、いやもうなんとかした方がいいです、それは岸田を下ろすしかないとかです、だからそれはそれはね、はい、そんなアホなやったんかってことになりますね、そんなアホじゃないですか、だってそもそも岸田が、まあ、そうなのかもしれない、そ、まあね、いろんなところではそうかもしれませんけど、北朝鮮が勝手にこんなこと言ってもどうでもいいんですよ、いやそうです、はい、北朝鮮に関してだけは、はい、やっぱりやめてもらいたいですね、そういうアホは、うん、うん、だから、うん、まあ、それやるかもっていうふうに北朝鮮すら思われてるところがおかしいです、終わってますけどね、はい、ちなみに、はい、そのこれまで、はい、こいつが勝った、はい、で勝ったって呼んだ方々、はい、文人に文人、はい、前韓国大統領、ありますよ、はい、それがトランプ、あ、トランプさん、はいはいはい、実際に直接会ってね、はい、会談してましたけど、言われて、はい、はい、それはプーチン、やばいやつばっかりじゃないですか、はいはいはい、そして岸田、あ、
その仲間入りを果たしたわけですね。4名の仲間入りしちゃいましたね。はい、そうですか。いやー、なんかなんとも言えませんね。危ないですね、なんかね、全部クイズみたいなね、トランプは分かんないけど、まあ、トランプさんなんかは次のね、首相じゃないや、大統領を狙ってらっしゃるのか何かは知りませんけど、まあ、トランプは置いといて、はい、まあ、それ以外のまあ2人ですよ、プーチンとムンジェインだって、やばい、やばいのね、仲間入りしましたけど、はい、そして同類にいられてると、そうですね、はい、よくです、なんとかしてほしいですね。はい、ということですね、はい、はい、今回地震でまたいろいろ動いてるっていうのも、いろいろね、人気ぶりになりましたが、まあまあ、上着のサイズがね、パンダつって言ってます、ちょっとね、これ、ちょっと新しいサイズにした方がいいんじゃないかなって、腕のね、パツパツなんで、はい、こいつの話はどうでもいいってことでした。はい、はい、はい、ボトルはいいですね。はい、はい、今日は先ほど言いましたが、東海エビスなので、エビス神社ですね、京都エビス神社ですね、京都のエビス神社、はい、あれ言ってもらっていいですか、先生。商売繁盛ですか。あれね、そうですね。最後に言わないです。言わないです。言わないですよ。はい、ということですね、はい、はい、早速ですが、ニュースの方に行こうと思います。はい、はい、少々お待ちください。はい、はい、はい、前半の、はい、配信以上になります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、はい、この後は、視聴者の話題との公開配信になりますので、はい、またよろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、それでは皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また後ほどお会いしましょう。さよなら。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。